お元気ですか、ボクシミでございます。今回は BBM2019 横浜 GNA ベイスターズ70周年ベースボールカード開封動画でございます。こちらは1パック5枚入りで1ボックス20パック入りでございますので、前編後編10パックずつ開封していきたいと思います。これ結構ね、実は安く手に入ったのでね、迷わず買いました。で、まずは前編の10パック開封していきたいと思います。はい、まずは前編の10パック開封していきたいと思います。まずは一袋目でございます。で、三原、監督の下初優勝した時のカードでございます。結構これ古いですね。1960年の、ね、カードでございますのでね。で、山下大輔内野手でございます。で、監督もね、なさっておられました。山下律雄投手でございます。高橋正弘内野手でございます。で、野村弘樹投手でございます。あと一つね、言い忘れたことがございました。太陽ホエールズ時代もね、含まれております。で、2袋目でございます。杉松衝動外野手でございます。マーク・クルーン投手でございます。後に巨人にも来ました。横浜 GNA ベイスターズ時代の時のカードでございます。佐伯孝弘外野手でございます。屋敷要外野手でございます。3袋目でございます。松岡康介内野手でございます。駒田範弘内野手でございます。巨人からね、FA で加入しました。で、直筆サインカードでございますが、結構いいの来ました。東、克樹投手ですね。直筆サインカードでございます。これなんとですね、15枚限定のカードでございます。結構いい直筆サインカードね、引きました。はい、続けていきたいと思います。中塚正幸外野手でございます。石井拓郎内野手でございます。4袋目でございます。横浜ベイスターズと改名し、2度目の優勝のカードでございます。福島、久明捕手でございます。田代富雄内野手でございます。荒波翔外野手でございます。畑山仁志外野手でございます。5袋目でございます。村田修一内野手でございます。金城達彦外野手でございます。江尻明外野手でございます。伊藤板尾捕手でございます。五十嵐秀樹投手でございます。6袋目でございます。筒香嘉智外野手でございます。松原誠内野手でございます。
平松正治投手でございます。田村仁志外野手でございます。高木豊内野手でございます。現在はね、YouTuber とても活躍されております。7袋目でございます。筒香嘉智外野手でございます。土井清志、ごめんなさい、土井清志、あ、いいんです、土井清志捕手でございます。失礼いたしました。島田直也投手でございます。東克樹投手でございます。で、近藤和彦内野手の、ね、これカードでございます。ちょっとね、斜めにしてるわけはね、ちょっと私の顔が映ってしまう恐れがありますのでね、その辺はご了承ください。8袋目でございます。谷重元信捕手でございます。苦悩の70年時代のカードでございます。近藤昭仁内野手でございます。米田慶三郎内野手でございます。倉本俊彦内野手でございます。9袋目でございます。秋山昇投手でございます。大門和彦投手でございます。で、筒香嘉智外野手のカードなんですが、金箔サイン入り付きでございます。これ120枚限定のね、カードでございます。今年ね、メジャーから、帰ってまいりました。斉藤昭代投手でございます。エディリ・アキラ外野手でございます。で、最後の10パック目でございます。ジム・パチョレック内野手でございます。近藤博史監督でございます。福森和夫投手でございます。吉村祐希外野手でございます。で、最後は遠藤和彦投手でございます。はい、以上で BBM2019 横浜 GNA ベイスターズ70周年ベースボールカード開封動画前編の10パック終わりたいと思います。で、最後にね、こちらの直筆サインカードをね、出してお別れしたいと思います。これ、当たり引いたかもしれません。で、残りの10パックは、後日やりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。